海を守るためにできること、ゴミを出さない、捨てない、そして拾う。みんなで宮崎の海をきれいにしましょう。海と日本。最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 宮崎の SNS、 そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。